こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。今日は、ワードプレスセキュリティ、ねえー。実は、年末にワードプレスが乗っ取られてしまいました。ほぼ全滅ですね。あれ、えー、アクセスできないなと,思っ,たこと思った方ね、何人かいらっしゃるかもしれないんですけど、えー、乗っ取られてしまいました。えー、URL にアクセスするとね、えー、よくわかんない、えー、なんか、インチキのショップが出てくるとで。そのショップが出てきちゃまずいんでね、えー ヘテムル使ったんですけど、そのヘテムルの方でアクセス禁止にしたと。アクセス禁止にしてあるんでね、復旧方法も、なしろログイン画面がアクセスできないんで、復旧画面もね、復旧するのもかなり大変そうなんで、も諦めて乗り換えしても作り直すという形にしました。まあ、そんなことにならないようにね、あなたが同じ目に合わないようにセキュリティ対策をまとめますので、参考にしてください。まず、 初めにワードプレスを作ったときにですね、ニックネームを設定して、ニックネームが表示されるようにすると、ニックネームがキャッシュに残るという形にして、ユーザー名がバレないようにしてください。これを初めからやっとけばね、かなりの捉えるリスクは減ります。大抵の方はね、もうすでにやってて手遅れだよと、ニックネームのまま、ニックネームなんか設定してないとかね、 あるいはアドミンのままやってるという場合にはね、もうこの名前、ニックネームの設定とか表情の変更はあんまり意味がないんで、その場合はセキュリティアプリを入れると。で私入れたらね、このサイトカードワードプレスプラグイン入れたんですけど、これいいです。もっと早く入れときばよかったなという感じですね。で、まあ、この ねえー、総当たり、パスワードを、ねえー、総当たりで解析するんですけど、例えばね、こういうふうに8桁の数字だけの、えー、暗証番号でも1億通りあるとかね、えー、数字組み合わせると2兆とか、こういう数字なんで、まあ、そんなパスワードなんて破られないだろうという風に思ったんですけど、だいぶ甘かったですね、私もね、この数字を。 誰かね、私の知ってる人はこの記事をアップしてくれてたら、私が今この喋ってる記事をアップしてくれてたら、すぐにセキュリティ対策してたと思うんですけど、なんと今や、6桁の英語だけのパスワードだとね、3秒、あるいはスーパーコンピューターだと瞬間で破られてしまうと。でね、8桁の英数字のパスワード、これでもね、1ヶ月かからないと。 スーパーコンピューターだとね、えー、3日もかかんないという感じの時間なんで、普通のね、遅いパソコンの時代の、えー、セキュリティのパスワードじゃ今や役に立たないという感じなんで、まあ、これはね、えー、真剣に考えて対策しとけばよかったなと、ね。対策せずにやられてしまったわけなんですけど、私の場合はね、まあ、あの転売のノウハウをはっ、あの、 発信してますんで、まあ、古い情報はね、まあ役に立たないというか、陳腐化してるは陳腐化してるんで、これをいい機会だということで、ね、えー、見やすく新しい記事でまた作っていきますけど、まあそう強がり言ってみてもね、飛ばない方が良かったというのでも間違いないんで、ワ、えードプレス乗っ取られないように、ね、このパスワードを強力にする、は、え、じ、ー、めに作るときはニックネームを設定して投稿前にニックネームを入れると、ね、あとね、 ログインのこの、えー、セキュリティアプリを入れるというのはね、対策しておいた方がいいです。まあ、これからね、情報発信始める方なんかは、また、えー、やり方わからなければご相談くださいで。ちなみに今回やられたのはヘテムルです。ね、で X サーバー。 ね、私、ヘテムルと X サーバーとロリポップ使ってるんですけど、ロリポップはね、あんま使ってるって言わないですね。ロリポップに入れたのはあんまりいじってないんで、ヘテムルと X サーバーを使ってるんですけど、X サーバーもね、過去に何,何回かアタックされてますけど、セキュリティが、えー、ちょっといいみたいて、えー、全滅ということはなくてね、一部被害になったファイルだけを変えるので済んでます。えー、ただヘテムル、今回全部やられちゃったんでね、えー、もう、えー、ヘテムルは乗り換えようかなと思ってます。 でちょうどね、新しい、えー、飛んじゃったサイトは、この WPX レンタルサーバー。X サーバーのね、ワ、えードプレス特化版ですね。重度メインまでしか使えないけど、えー、早いと、ワードプレスの表示が早いというサイトだそうです。まあね、えー、どんなもんが試しに使ってますけど、操作画面もね、非常にやりやすくて、私の場合、海外にいますんでね、 海外のログイン OKNG、OK えー、これの切り替えがね、管理画面で一元管理できんですごい使いやすいんでね、気に入りました。これ使ってます。で、ドメインね、いっぱい持ってる方、このワード WPX はね、10ドメインまでなんで、いっぱい持ってる方はね、えー、普通に X サーバーがいいのかなという感じで、まあ、今までね、WordPress のサーバー調べると大体 X サーバーって、 だ出てたんですけど私は昔からヘテムルも使ったんでね、ヘテムルも並行してましたけど、それがアダになってしまったという感じなんでね、えー、ワードプレスにはやっぱり X サーバーだったのかなという感じと、えー、セキュリティ対策はきちんとしましょうというお話でした。えー、以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。